はい、やります。はい、やりましょう。今日は特にあれないの。今日はね、昨日子供たちの前で、俺たち親がちょっと言い争った喧嘩っぽくなったことは、いけんなと思って、これを俺は記録に残しておきたいなと、反省でね。というのも、まあ、ごめんねっていう。ごめんね。はい。ごめんね。母さんと父さんっていう役割っていうのがあるよねっていうのをちょっと話してから、教育方針っていうのがやっぱあると思うよね。お母さんはお母さんにしかできない役割。子供たちを優しさで包み込むとかあるよね。で、俺は父親は父親しかできない役割、仕事の厳しさだったり、ね、しっかり一人前の男に育てたいっていう思い、だけど母親と父親っていうのは考え方がそもそも違って、ぶつかって意見がぶつかり合うことだってあるし、で、まあ、子供たちの前でやったっていうのは俺は申し訳ないと思ってる。それはこの前に。で、どっちも間違ってはないし、だけどまあ、そこで仲直りというか、話し合いが終わったんだけど、どっちも間違ってないよと。例えばね、お母さんはこう、包み込む優しさ。で、お父さんも包み込む優しさ。だったら、同じ方向だったら、何も同じ方向ばっかりだけど、俺みたいに父親の、まあ、例えば社会の厳しさ、男として男らしく生きろっていう思い、で母さんもそんな考えの性格だったら、偏ってしまうんだよ。だからバランスが取れとっていいのがその家族、父親母親の役割なんじゃないかなって思ってる。だけどなかなかね、例えば母親だけしかおらん家庭もあったり、父親だけしかおらん家庭もあったり、ね、この不幸で二人ともおらん家もあったりする。で、そうなってきたらものすごく大変だと思う。一人が二人のことをせなきゃいけないわけ。父親のこともせなきゃ、母親のこともせなきゃ。すごい大変だと思うよね。想像してみて大変だと思う。だけど多分大変だと思う。だけどまあ、ね、俺らはちょっと昨日、いい勉強になったなと思って、二人の子供の傷つけた、心を傷つけた目の前でしたっていうのが反省だなと思って、ちょっとね、それを勉強として残したいっていうのと、いや、そういうことで。で、ウクライナ。ロシアの戦争、ついに、今何名だと思う？まだ終わってないの知っとるね。ね。4月15日現在、まだ終わってない。もうそろそろ何、1ヶ月ぐらいになるんじゃないの？今、1964名が亡くなっておると。子供がそのうち161名。161って言ったら、どのぐらいな？今、一クラス30人ぐらいだろ、学校で。一クラス30名。学年が3組とか4組まであるのか。4組だったとしたら3、4、10、120名。もう、一学年プラス、もう一個の学年の、まあ、半分ぐらいは死んどるっていう。イメージよね。わかるよね、それ一般人よ。相当悲しいことっていうのわかる、よし、じゃあ命を大事にしましょう。おしまい。おしまい。